今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。とくちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには日本中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。さて今日は高知市朝倉のカフェラボにやってきました。ここでランチです。6月より営業日が火木金土になるそうです。今日は鶏飯自家製酢醤油だれ煮物だそうです。あ、前回と同じ席でしたね。よいしょ。メニューが変わっていました。こんなおしゃれなやつに、テーブルもちょっと変わったの。はい、まあ、中身は一緒ですよね。そうですね、このテーブルもなんか変わったような気がしますね。日替わり来ました。これが鶏飯ですが、でかいチキンが乗っています。一応タイトルを入れたんですよ。ではやっちゃいます。後々は本数も多いですね。そうなんですね。後々はいいかもしれない。もしかしたら一応まあ今日の日だったんで、パッと見ただけでマークつけるだけで、がっつり美味しいです。マークも多分この味出てくるか分かんないですね。今お好みで、だって5分抜いたやこれ。コーヒー来ました。デミタスです。でもおやつがついてました。ではいただきます。高知市針木の小便にやってきました。これを行ったところが針木浄水場ですね。咲いてますね。去年は6月9日に来たそうです。今日は6月2日ですので、そうそう、1週間ぐらい早いんでちょうどいい季節ですね。アジサイも咲いてます。咲き始めやね。アジサイは来週ぐらいだろうね。確か去年はアジサイの方が見頃だったよね。でもなんかこのスプレー菊みたいなのがメインで咲いてますよ。してないんじゃない。だってほら、その方がね、そうだね。もうコロナでね、毒ダミ咲いてますよ。毒ダミがどんち。蝶が下の段の方に咲いてるんでね、ちょっとそっちへ降りてみます。でここはずっとこの地域の方がお世話をしているそうです。行ったんだろうね。いやでも咲いてるということはやってんじゃないの。あそこは雑草がないんで。けどここでも本当はあったんじゃない。そうね、この辺りも前はねたくさんあったんじゃないかと思うんですが。まただってこれとか全部そうでしょ。そうですね。うん、花がほらまだつぼみがあるから、もうちょっとしたら、そうですね、もうちょっとかもしれないですね。あ、でもきれいきれい。ちゃんとあずまやこんなにきれいにしてますよ。これはガマですね。ガマはまだ大きくなってないですね。
暑い。これでもまだつぼみ、うん、まだまだこの辺も全部まだこれからという感じですね。黄色いのもある。これコスモス？うん、もう咲いてるんだ。後ろ通ります。ここがいい感じじゃない、ね、次は百合街道かな。いいわとか言ってます暑いのよね、まだ暑さの方がマシあそこは暑いんだよね。あの天気じゃない日に行かないかそうだね、行くならね。はい、最後まで歩いてきました。で最後にこのアジサイが見事に咲いてるというのが、これ真っ青やね。またアジサイも見に行きましょう。はい、こんな感じでした。ここはね、あの車2台止める場所があるので、ぜひ立ち寄ってみてください。それではまた。